はい、どうもこんにちは、たちゃんたちゃです。本日はバイクのカスタムやっていきたいと思います。このエイプのフロントフェンダーを下げたいと思います。まあ、エイプのカスタムでは多分定番だと思うんですけれども、本日はそれをやっていきたいと思います。で、僕が今回買ったのは竹革のフロントフェンダーステイキットっていうものです。まあ、長々と話しててもあれなので、早速取り付けしていきましょう。ではやっていこう。それではまず最初にフロントフォークの左右に貼ってある反射ステッカーですね。これとこっち側のやつですね。反対側にもあるんですけど、同じやつが。これをまず剥がしていきます。こんな感じに綺麗に反射ステッカーが剥がせたので、次はこのフェンダーを取っていきます。で、フェンダーのネジの箇所なんですけど、下から覗き込んだところに 1,2,3 箇所あるので、 10mm のソケットを使って外していきます。1つ目、2本目、3本目で、フロントフェンダー外れました。次にこの外したフロントフェンダーに、さっき外したボルト3つのうち2本を使用して、このフェンダーステイを取り付けます。で、フェンダーステイはこっちがフロント方向とすると、こんな感じでここにロゴが書いてあるんですけども、このロゴが見えるように取り付けていきます。で、こんな感じに固定できたら、次はバイクの方にはめていくんですけど、説明書にはなんかフロントフェンダーをなんか絞るようにして取り付けるとうまくつくって書いてあります。まあ、取り付けていきます。で、こんな感じで取り付けができました。結構力を入れないと入りませんでした。なので、このフェンダーを塗装してる人とかは、まあ、説明書にも書いてあるんですけど、このタイヤを外してこの下から入れた方がいいと思います。そうしないと多分塗装が割れたり傷がついちゃうと思います。で、次にこちらの部品を取り付けていきます。で、取り付ける向きはこっちにもフェンダーステイと同じように文字が書いてあるの で、その文字と合わせるようにします。上から見るとこんな感じですね。こっち向きで付けるとこんな感じで文字が合います。で、反対側につけちゃうと文字がないので、この文字が合うようにつけていきます。で、4箇所のネジ止めが終わったら、最後に穴が開いているところにこの付属で入っているステッカーを貼り付けていきます。で、貼り付ける時にはここの部分をパーツクリーナーなどで脱脂してから貼り付けます。これで今シールを貼りました。完成です。ということで、本日はエイプのフロントフェンダーを下げるというプチカスタムをやってみました。だいぶ高い位置にあったフェンダーが下までグッと下がったことによってだいぶかっこよくなったと思います。まあ、僕のセンスのなさでちょっとステッカーが曲がっちゃったんですけれども、まあ、いずれはこのエイプも塗装するつもりでいるので、まあ、その時にまあまた剥がして貼り直せばいいかなって感じです。で、ちなみに今回このフェンダーステイのキットの中に
こちらのステッカーも付属で入っていたので、またなんかステッカー貼るところみたいなのをこのバイクに作っていきたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。まだこのサスチャンネルチャンネル登録しない人はぜひチャンネル登録のよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram やってるのでまだそちらの方をフォローしない人はぜひフォローの方よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。